どうもこんにちは、衣服の太郎です。トヨです。お願いします、はい、今回、はい、僕の冬の相棒といいますか、はい、まあ、これさえあれば僕は冬を乗り越えられるっていうね、ちょっと最高のアウターをね、ちょっと紹介しようと思うので。確かにこれしか着てないよね、はい、そうですね。去年から着てるんですけど、去年今年ともう現在こればっか着てるんですけど、今回紹介しようと思うのはこちらの水沢ダウンのマウンテニアというモデルで、まあ、水沢ダウン自体もね、アンカーとかシャトルとかいろんなモデルがあるんですけどね、はいはい、まあ、その中でも結構上位種といいますか。なるほどね。お値段も高いんですけど、まあ、このマウンテニアをね、ちょっと毎回冬着てるんでね、はい、ちょっとこれの素晴らしさをちょっと今日紹介していきたいと思います。はい、はい、まず水沢ダウンとか、まあ、あれですね、まあ、全部に言えることなんですけど、何がすごいかって、はい、こう見た目と機能性がね、もう両立してるんですよ。なるほどね。やっぱね、なかなかこう両立してるダウンって少なくて、シュッとして大人っぽいと言いますか、こうアーバンな感じがすると言いますかね。照りが強いの苦手な人も多い。そうですね、多いですね。ちょっと俺が着たらアウトドアっぽくなってまうわみたいな感じで、ちょっとシャカシャカしてる感じのを避けてしまうと、はいはいはい、やっぱりこのフィル感というか、そのダウンのモコット感というかね、とか機能性が若干落ちてしまったりとか、はい、両立してるの求めたらもう15万とか、いやほんまにの世界になってまうとか。そうなんですよ。なかなかちょっとね、ダウン選びは難しい世界ではあるよね。そうそうそう、まあその見た目と機能が両立して、かつ10万円というね値段で、もっと高いダウンもいっぱいあるんですけど、うん、まあ、ちょっと値段も落としてっていうところで、ね、なるほどね。まあ、両立というか値段も入れたらね、まあ、高いんですけど、まあ、それより高いのと比べてもこう、うん、機能も見た目も劣ってないっていうので、まあ、3つ兼ね備えてんのかなという、まあ、このマットな質感いいよね。そうなんですよ。これがね、これもね、見た目と機能性を兼ね備えてて、うん、まずこうミスターダウン何が売りかって、撥水性なんですよ、これ。あ、もうあったかいだけじゃなく、そうなんですよ、そのギア的な強さというか、もう風はもちろん通しにくいんですけど、水も弾くんですよ、これが。へえ。このマットなねやつで、これね、このマットな質感のおかげですごい大人っぽいんですよ、うんうん、これがテカテカやとやっぱりね、こうなんていうんですかね、まあ、ちょっと休みへするというかとか、まあちょっとアウトドアすぎへんかとか、 そうですね、そのオンに使いにくいというか。いやほんまにそうなんです。このねマットな感じめちゃめちゃかっこいいなと思って、うん、結構気に入りポイントではありますね。なるほど。はい、まあ、その見た目もなんですけど、他にもね、もうこうギミックの宝庫なんですよ、これマジで。撥水と暖かさだけじゃないと。そうなんですよ。もう当初全部知らんまま着てましたからね。なるほどね。ちゃんとホームページとか見て、あ、こんな機能もあんねんやみたいな、明かされていった。いやほんまに。まず売りは、一番の売りかは分かんないですけど、こうベンチレーションシステムっていうのがあって、熱気を逃がせると。そうなんですよ。やっぱ熱こもったりとかしたら、湿気とかね、中でこもったりとかしたら、やっぱ不快ですから、うん、ここね、脇のところにこう開けれるんですよ、これ。おお。これね、だからあっちが見えるんですよ、これ、これ、こうやって。確かに。これがね、あっちが見えるぐらいの、だから穴が開くんですよね。もう、いちいち脱ぎ着せんで、と。そう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 。やっぱこんだけ、まあ、これもね、ベンチレーション全部閉めてとか、オフにしたら、やっぱりオーバースペックになるんで。なるほどね。まあ、冬の、まだ浅い時期とかやったら、まあ、ここ、まあ、やっぱ熱こもりやすいじゃないですか。ここで熱逃がしてとか、で、寒くなったら、まあ、これ、閉じてと。で、このベンチレーションが、ここにも、これもね、ポケットに見せかけて、ここもね、閉じるとやっぱあったかいんですよ。これが止水ジップって言って、これね、この水を弾くジップになってて、もちろん風も通しにくいんで、ね、ベンチレーションがこことここと、まあ、ありまして、まあ、雪の日とかでもここにスマホ入れてて OK と。全然 OK です。で、ポケット自体もこれ、すごいこう、大きい斜めのこのハの字のポケットなんで、うん、容量もいっぱいあって。デザイン性もね。そうなんですよ。で、前なんですけど、ここはね、ジップがね、2つついてるんですよ、これ。なんでかっていうと、これ、まあ、普通に寒い時は、まあ、外側のジップでこう、ピーって閉じたらね、こう、完全に風を通さないような作りになってるんですけど。ジップ止めるの下手。そうですね。ね、これね、こう。かじかんでる。喋らといて、切り抜くんだ。これね、こう前をこう閉じたら、もうほんまに完全防備で、はい、水も風も入らへんと。なるほど。ここも止水ジップなんで、もちろんなんですけど、まあ、ちょっと暑いな、暑いけど風直撃は寒いなみたいな時もやっぱあるじゃないですか、うん、と言って、なとこの手前の方のねジップをこうやりますと、こうなって、
これメッシュになってるんで、はいはいはい、風は直では来ないんですけど、まあ、通気性があるので開けずに、そうなんですよ、程よい感じにできる。ただもうこの温度調整がもうめちゃめちゃ簡単。なるほどね、はい、これでも開けたまま来てもいいし、なんかここだけ閉じてここをメッシュにしてもいいしってなって、でもっと寒い時はね、ここにね、これスノボとかやる人は見たことあると思うんですけど、下にね、このここゴムになってて、はいはい、ボタン閉じたらこうバチッとこう、なんていうんですかね、ウエストのここの侵入を防げると。そう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 、全くもう、これがね、何がいいって、熱ってやっぱ上に行くから、この下から冷気入ってきたらこうやっぱ寒いけど、下閉じてこう熱気でここだけ空いてるみたいな状態やとね、はいはい、めちゃめちゃあったかいんですよ。なるほど、これはやばいですね。ここ、全部ベンチレーション閉じて、前もメッシュやめて、ここまで閉じて上まで上げたら、もうやっぱもうほんまに、なるほどね、日本国内だったらどこでも行けんちゃうかなっていう。あんまり言うとちょっと北海道の人たちがビクつく。旭川の人とかやばいですから。で、まだあるんですよ。これね、はいはい、フードもついてるんですけど、これ ね、何があって他と違うって、ほら、フードあるけどちょっと違うと思わないですか、なんか。まあちょっと立体的というか、そう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 、立ってるというかね。立たせてるんですけど、これなんでかというと、まあいろんな理由があるんですけど、まあ見た目的にもこうベローンとなってるよりも、こうキュッとなって、まあここ襟までつながってこう立体的っていうのもあるんですけど、こう雪とか雨とか降ってる時にこうここにやっぱ溜まるんで、なるほど、そういうどうせこう無駄じゃないですか、こうベローンとしてたら。そうやね、デメリットしかないんで、そういうのでね、こうジップを閉まってるんですよ、これ。もう わざわざこの、そうそうそう、取り外すフードタイプもあるけど、そんな手間がいらんと。そうそうそう、で、あ、寒いなって思ったら、もう着てる時でも、最悪着てる時でもこうピッていけるぐらいで、ここやって開けるだけでこうフードが展開するんですよ、これ。おお。で、こう かぶれると。なるほど。はい、今もこうしまう時はもうジップで、ワンタッチでいけるっていう。ここね、こうあるだけで、ここの風の侵入もそうやし、そうなんです、しかもちょっと小顔見えというか、ね、あ、そうですね、そういうのも全然、視覚的にも全然効果はありますね、これで。でね、これでね、まあ、もっとあるんですけど、まあ、こういうコードとかね、はい、こういう絞れるんですけど、はいはい、もう一個ね、言い忘れてたんですけど、めっちゃこう他のダウンと一線を画するとこがあって、え、何？洗えるんですよ、これ自分で。またメーカー的にはあの推奨はしてないんですけど、やっぱりこのダウンのこの傘とかがこう増えたり減ったりとかあるので、あんまり推奨はしてないんですけど、できるんですよ、これ。ここにね、あの またねチャックついてまして、ここを開けるとダウンの内部にこう水が入るようになって、付け洗いができるんですよ、これで。だからね、やっぱダウンでクリーニングとか出したらまあまあするじゃないですか。それこそ安物のダウンとかやったら、もう2回3回したら、まあね、もう買えんちゃんぐらいの、そうっすね、でなるんで、やっぱ10万のダウンでずっと着てほしいっていうのがメーカーの、なるほど、意図としてあるんで、ちょっと自分で洗えるということがあるんですけど、まあその洗うに関してはちょっと若干デメリットもあって、これがね、やっぱ特殊な製法を使ってて、これ縫い目ないじゃないですか。そうっすね、これシームレス製法で圧着してるんですよ、特殊な技術で、はいはい、ペタッと。で、これがちょっと問題で、あのクリーニングの時に問題なんですけど、普通のドライクリーニング出しちゃうと剥がれちゃうんですよ、あ、この圧着した。そうなんですよ、そう、分が反応してみたいな。なんでこの水沢ダウンというかデサントと提携してる、その白洋舎やったかな、はいはいはい、有名なところ、そこでこの水沢ダウン専用のクリーニングコースがあるんで、おお、まあ、そんな徹底してるんですよ、ほんまに。まあもうケアのする場所が決まってるってことはね、そう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 、その安心して出せるというか。だからそれ用に、だからコースを作ってもらってるわけで、まあどこかは避けるけど、ダウンが寝てしまうケースもありますからね。そうそうそう、そうですね、まあ いつか言えたらなと思うんですけど、福田さん一回別のダウンで縛られてましたもんね。べっしゃんこになりましたね。そういうのもあるんで、まあ、こういうアフターケアというか、うん、もう打って終わりじゃなくて、その長く使ってほしいと、相棒としてくれと。ほんまにね、ちょっとね、もうそういうメーカーの愛を感じるので、そういうとこもね、ちょっと気に入りポイントではちょっとあるんですけど、そのケアの仕方決まってるのはほんまに助かるな。ほんまにそうなんです。高いもんって
えけど近所のやつやったら変になって帰ってきてどうしようとか、そうなんです、あるのはほんまにあるから、まあ、ちょっと普通のクリーニングよりかは値段ちょっと高いんですけど、まあ、それでもまあ安心感というか、うん、確約されてるもん、ね、10万しますからやっぱり、うん、ねそのちょっと数千円ケチってみたいな大変なことになったらちょっと困るので、そういう専用のとこあってね、毎年安心して春を迎えられるダウンになってますね。そんな感じで機能面は、まあ、やっぱ優れてるんですけど、そうやね、見た目なんですよね。やっぱりあったかいダウンやったら、まあ、他にもちょっとあったりするじゃないですか。まあね、もうそれこそアウトドアブランドとか、はいはい、僕ねモンベルのはちょっと別に持ってるんですけど、コスパ最強の、ほんまにめっちゃあったかいんですよ。で値段がね1万5000円ぐらいで、もうほんまにリーズナブルで買おうかな。いやほんまになんですけど、やっぱちょっと見た目がスタイリッシュではないというか、はいはい、でもちょっと表面も光沢もありながらみたいな、なんで、まあほんまにアウトドアに使うんやったらね最適なんですけど、水沢ダウンのすごいところってこう、うん、見た目がかっこいいんですよ。さっき東映さんも言ったんですけど、はい、このマットな質感、うん、これ結構他にないんちゃうかなって、うん、まああってもなんていうか、うん、このちょっとソリッド感というか、わかりますわかります、マットなのはあっても、うん、この硬さというか、わかるわかる、があるのはあんまないかもね。表情にこの表情というか、こう表面に張りがあるし、うん、特にこの首周りの感じもいいっすね、のデザインも相まってなんか、ね、ほんまにほんまに、そう全体的にここもツヤも消してて、でこう止水ジップのとこもそこまでツヤもないっていう、うん、全体的にこう統一感があって、いやかっこいいなと思ってて、うん、でもシルエットもね、もうシルエット抜群なんですよね、うんうん、めちゃめちゃ綺麗、なんかもうほんまにこれ冬の相棒というか、もうほんまに着てかっこいい、あったかいって感じで、ね、めちゃめちゃいいんですけどね。であとねこれね、あのもう合わせれるパンツのね幅があるんですよ。やっぱりあもうこのアウトドアっぽさとこの綺麗めなマットな感じで、そうなんですよ、もうこういうね今履いてるグレーンチェックのパンツからデニムまでね、はいはい、幅広く合わせられるんで、そういう意味でもやっぱすごい便利やなっていう、オンもオフもバッチコイやな、ほんまにそれいいっすね。いけつつもオフでもデニムにも合わせられるっていう、うん、いや幅広いなと思って、いやもうすごい重宝してるんですけど、じゃあもうちょっとじゃあ今回も、まあ、軽くコーデも紹介しようと思いまして、はいはい、もうほんま今履いてるこのグレンチェックの、はい、きれいめなスラックスにちょっと合わせてね、コーデの方行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう。ブランドストーンにも合わせたんですけど、革靴にね合うっていう、意外やっぱスニーカーに合わせんのかなっていう、うん、このやっぱ新しい 服じゃないですか、こういうトラッドというよりかは、うん、なのでスニーカーと相性ももちろんいいんですけど、革靴もいけるっていうね、うん、いやもういいなっていう、まあ、パラブーツ好きであったりとか、ね、まあ、ブランドストーンであったりとか、はいはいはい、カジュアル革靴とかには、うん、これめちゃくちゃいいかな。いいですね、革靴好きとしてはねほんまにありがたい、うん、アウターになりますね。まあ、ちょっとそんな感じで紹介させてもらったんですけど、はい、これねもうあったかくて、うん、スタイルもシルエットもシュッとしてて、うんうん、デニムにもスラックスにもカジュアルにもドレス寄りにもいけて、うんうん、まあ、スニーカーも革靴もいけ て、じゃ万能のアウターなんで、まあ、確かにね、はい、アウターってやっぱ何着も買えないと思うんですよ、うんうん、その10万10万10万みたいな冬だけしか着ないアウターをね、なかなか難しいんで、まあこうちょっとこうオンでも使えてオフでも使えたりとか、こうあったかくてかっこいいやつ欲しいっていう方にはもうねぜひおすすめの一着なんで、まあ、他にもねこの7万8000とか8万8000とかちょっと軽量とか、はいはい、その昔から続いてるアンカーとかそのあるので、まあ、幅こう種類がいっぱいあるんでね、一回ねこのデサントオルテラインの商品をね見てもらえたらなと思います。これすごいのがね、あの生産さっき2008年
に作られたって言ったんですけど、その時の値段これ何ぼやと思いますか。これ今は今10万円です。8万8000円。8万8000円。これね、2008年の時10万なんですよ。初めて。もう俺それすごいなと思って、だそのまあ、そのコストカットとかいろんなあると思うんですけど、このご時世値段を上げずにやってるっていう、この天然素材も使いながらね、中のダウンとか水にやるないやお前師匠ってつけて、水差し水差しなんでね、でもそこも俺やっぱこう日本の企業やのにって言ったらちょっとあれですけど、はい、頑張ってるなっていうので、それはディオールから今年声かかるわ。ほんまにそんぐらいのポテンシャルはねやっぱあると思うんでね、うん、この値段も変わらず頑張ってるので、皆さんもぜひ買い支えて、はい、あの色カラー展開もすごいいっぱいあるんで、うん、そうやね、別注とか入れたら多分真っ黄のやつとかもあるんで、マジで真っ白のやつとかもうここも全部白のやつとかあるんで、もうノンスタイル一緒別注それでね、まあ、お店とか行ったらもう普通に、うん、あの一個ね、あの売り切れる可能性とかもやっぱあるので、もう年過ぎたりとかしたらやっぱりちょっと売り切れてしまうかもしれないんで、うん、できるだけお早めにちょっとね一度手に取って見てもらえたらなと思います。うん、今年寒いしな。いやほんまに今年寒いんですよ。もう今のうちに、ね、ぜひもう見てほしい一品ですねこれは。はい。はい。こんな感じでね、お互いの持ってるめちゃめちゃいいものを紹介してるチャンネルなんでね、まあこうちょっと。いいもの見たいなと思う方はね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そうですね、お願いします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。